ベスト・ファーレン条約。ベスト・ファーレン条約。ベスト・ファーレン条約は、1648年に締結された30年戦争の講和条約で、ミュンスター講和条約とオスナブリュック講和条約の総称である。ラテン語読みでェスト・ファイリア条約とも呼ばれる。近代における国際法発展の端緒となり、近代国際法の元祖とも言うべき条約である。 この条約によって、ヨーロッパにおいて三十年間続いたカトリックとプロテスタントによる宗教戦争は終止符が打たれ、条約締結国は相互の領土を尊重し内政への干渉を控えることを訳し、新たなヨーロッパの秩序が形成されるに至った。この秩序をベスト・ファーレン体制とも言う。ベスト・ファーレン条約を構成する二つの条約のうち、オスナブリュック講和条約、 インストローメントムパッセス・オスナブラゲンスは、カトリック勢力を率いた神聖ローマ皇帝、オーストリアとプロテスタント勢力の支柱だったスウェーデン女王の講和問題を主な内容とする。ミュンスター講和条約、インストローメントムパッセス・モネステリエンスは、神聖ローマ皇帝とカトリック国でありながら、プロテスタント側で参戦したフランス国王との講和問題を中心とする条約である。 戦争の主要当事者には他にもう一つ、カトリックのスペインがあり、主にフランスと戦っていた。スペインも講和会議に参加したが、ここでは妥結に至らなかった。会議が開かれた時点では、参加した主権国家はわずか12カ国に過ぎなかった。スペインからの独立戦争を戦っていたオランダもネーデルランド連邦議会の名で会議に加わり、 同じ年にスペインとミュンスター条約を結んで独立を認められた。学者によっては、このミュンスター条約もウェストファリア条約に含めることもある。ヨーロッパ諸国のほとんどは三十年戦争に参戦しなかった国も含め何らかの形で会議に参加した。参加者のうち数の上で多数を占めたのは、新生ローマ帝国内部の領主、有力聖職者、都市からなる。 帝国統賊である。彼らの中の有力な一部は皇帝、国王と並んで二条約に名を連ねた。ベネツィア共和国とローマ教皇は和平の当事者ではなく仲介者として参加した。会議に施設を派遣しなかった有力国は新教と革命の内戦下にあったイングランド王国、宗派、宗教が異なるロシア、オスマン帝国の三国だけであった。この時代には国家が 法人格を持つものと考えられておらず、外交は、君主、議会など統治権を持つ、個人、団体の資格でなされた。どの国も、施設を派遣し、君主などの本人は参加しなかった。派遣されて、会議に加わった施設の総数は、帝国外から37、帝国内から112、計148名に上った。参加国のすべてが、条約の署名者に連なったわけではない。 オスナブリュック講和条約には、皇帝の全権施設2名、スウェーデン女王の全権施設2名、都市を含めた帝国盗賊の施設36名の計40名が所した。ミュンスター講和条約には、皇帝の全権施設2名、フランス国王の全権施設1名、帝国盗賊の施設35名の計38名が署名した。条約は、署名に加わらなかったもの。 特に帝国盗賊も履行、遵守の義務を負うものとしており、また、イングランドやモスクワのような参加しなかった国も講和に含まれるものとした。戦場では同盟して戦ったフランスとスウェーデンであったが、和平交渉の場では戦争から引き出す利益の分配をめぐるライバルであった。神聖ローマ皇帝も、また、両国を対立させ、その溝を利用して、 犠牲を最小化ししようと努力した。1648年10月24日にヨーロッパのほとんどの大国が参加して現在のドイツのルトラインイコールベストファーレーン州にあるミューンスターで締結された実際にはオスナブリュック条約もミューンスーで締結された取り決められた内容は膨大であるが代表的なものとして以下の事柄が挙げられるこの結果フランスは アルザスイコールロレーヌへの勢力拡大に成功し、スウェーデンは帝国議会への参加権を得た。一方、ドイツでは両方主権が確立し、両方君主による連合体としてのドイツという体制が固まった。この条約の成立によって、教皇、皇帝といった普遍的、超国家的な権力がヨーロッパを単一のものとして滑る試みは事実上断念された。これ以降、 対等な主権を有する諸国家が外国の存在を前提として勢力均衡の中で国益をめぐり合唱連行を繰り返す国際秩序が形成された。この条約によって規定された国際秩序はベスト・ファー・レン体制とも称される。三十年戦争はカトリック派諸国、とりわけハプスブルク家の敗北によって終わった。この条約で新京都、 特にカルバン派の権利が認められ、帝国議会や裁判所におけるカトリックとプロテスンとの同権が定められたこと、またカトリックの皇帝が紛争を調停する立場にあるわけではないことが確定したことで、ドイツでは紛争を平和的に解決する道が開かれた。このため最後の宗教戦争と言われる。ドイツは帝国内の両方に主権が認められたことにより、三百に及ぶ 両方国家の分立が確定した。また、皇帝の権利は著しく制限され、いわば諸公の筆頭という立場に立たされることとなった。これにより、ハプスブルク家は依然として、帝国の最有力諸公として、定位を独占したものの、帝国全体への影響力は低下し、自らの領地である、オーストリア大公国やボヘミア王国、ハンガリー王国との経営に、 中力せざるを得なくなったハプスブルク君主国。その一方で帝国の組織は保存され、それら両方国家の保存、平和的な紛争解決手段として活用されることとなった。この条約で多くの利益を得たのはベールバルで条約で結ばれていたフランスとスウェーデンである。デンマーク、イングランド、ピューリータン革命の中途はプロテスタントでありながら戦国に加われなかった。 また、カトリックのスペインハプスブルク家が、この戦争を通して、勢力の減退を印象づけ、以後は没落の一途をたどる。フランス王国はカトリックでありながら戦勝国となった。ハプスブルク家の弱体化に成功した上、アルザスを得たフランスは、以後ライン側左岸へ、支配領域の拡大を図り、侵略戦争を繰り返すことになる。最小は、国王類世を、 ケルン大司教、選定校に、さらには神聖ローマ校定位につけようとしていたが、野望は果たせなかった。またフランスは、アルザスやロレーヌの一部を獲得しながら、帝国諸侯となることはできなかった。これは、帝国議会、帝国クライスへ介入する道が閉ざされたことを意味した。後に、ルイ14世は、スペイン継承戦争でライン川流域に手を伸ばすが、 帝国クライスウェーデンもこの条約でバルト海沿岸部に領土を獲得し、その一帯に派遣を打ち立てた。この時代のスウェーデンはバルト帝国とも称される。ブレーメンからフランクフルトまでを制圧し、この区間から帝国郵便を駆逐してスウェーデン郵便を展開していた。 1644年に申請を開始した、クリスティーナ女王が寛大な姿勢で大幅な情報をした、ため、取り分が激減してしまったとも言われる。彼女は、父グスタフ二世、アドルフの理想、古豪都主義を放棄し、カトリックと和解した。彼女の理想は、全キリスト教世界の救済だったのである。グスタフ二世、アドルフの政策を受け継ぎ、スウェーデンに勝利をもたらした最小。 国戦シェルナは申請開始により事実上失脚した。後に彼女はスウェーデンのプロテスタント教会と反目し、王位を返上してカトリックに改修する。また、スウェーデンにおいて重要だったのはフランスと全く逆に霊園という形で領土を与えられたということである。すなわち、スウェーデンはフォアポンメルン、ブレーメン、フェルデンを得たが、これはスウェーデン王が ホアポンメルン港、ブレーメン港、フェルデン港の位を帯びることを意味したのである。スウェーデンは帝国議会に席を持ち、オーバーザクセン、ニーダーザクセン、ニーダーラインベストファーレンの3つの帝国クライスに席を占め、それらを機能不全にさせた。その一方でスウェーデンは帝国諸侯として帝国が戦争を行う場合には、兵員と軍資金の供出を義務付けられることとなった。 オランダ侵略戦争の際、1674年に帝国議会が対フランス戦争を宣言する。スウェーデンはフランス側に立ち、1675年に神聖ローマ帝国と戦争を始めるのであるが、スウェーデンは帝国と戦争を行いながらも、ブレーメン公としてニーダーザクセンクライスに定められた兵員を供出するという奇妙な立場に立たされることとなった。 ベスト・ファーレン条約は、元より集権性が弱く統一された、帝国としての立ち位置が不安定だった、神聖ローマ帝国が、明確に統一性を失った出来事だった。同条約は、帝国の死亡証明書と呼ばれ、神聖でなければ、ローマでもなく、帝国ですらないというボルテールが評した、大空位時代と並んで、ドイツ地方の非中央集権性を象徴する、ものとしてられている。 従って、ドイツ史の専門家たちが、なぜドイツは、スペイン・フランスに比べ、地域統一が大きく遅れたのかという問いを立てたとき、新生ローマ帝国が集権化に失敗したことが第一に提示される。そして、ベスト・ファーレン条約と大空位時代は、その象徴的な出来事としてみなされることが多い。事実、皇帝権が決定的に失墜したことで帝国の集権化という、 発想は棄却され、バイエルン王国をはじめ、各地方の両方国家が独自に集権化を進めていった。同じドイツ人地域を含むオーストリア帝国を切り捨てる形で後世にドイツ統一を達成したドイツ帝国も、両方国家の自治権を完全に廃することはできなかった。加えて、ナチス時代と東西分断を経た今日のドイツも、生体として連邦制を採用している。 これは、ドイツの地方意識の強さを反映していると指摘される。この条約によって、ナポレオン戦争、1803年から1815年までのヨーロッパ国際秩序、ベスト・ファーレン体制が形成された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。